次は湖の方向いて、目線は、そう、そんな感じ。もう一度、こっち向いて。はい。いいよ、めっちゃ生えてるよ。いいね、もう最高だよ。地球に生まれて、よかった。そして、最後に急ポーズ、ドン。もう一丁決めて、ドン。はい、オッケー。お疲れ様。ありがとうございました。お疲れ様でした。リホちゃん、お疲れ様。超いい感じだったよ。ありがとうございます。ああ、それでさ、この後暇だったりする？俺いいとこ知ってんだけどさ、一緒にご飯でもどう？すみません、この後は予定がありますので、ちょっと。そんな、予定だって仕事じゃないんでしょ？すっぽかしちゃえばいいじゃん。ほら、とりあえず行ってから考えましょう、的な。え、あ、いや、ちょっと待って、的な。ちょっとリホちゃん、新人がそういう態度良くないよ。こういう仕事はさ、通り一遍のお付き合いだけじゃダメなの、わかる？通り一遍？そう、通り一遍じゃダメ。つまり、通り一遍者一句ですね。は？知りませんか？東海道中膝栗毛。あ、はあ、こらこら、ダジャレの拾い食いはやめなさいっていつも言ってるでしょ。あ、マナベ。拾い食いってひどいな。思いついたら何でもすぐ言いたがるんだから。拾い食いと一緒でしょ。そのくせ直しなさい。はい、よろしい。ところで、今、うちのリホに強引なお誘いをしているように見受けられましたが、私の見間違いでしょうか？あ、いや。そういう行為はうちの事務所的に NG とお伝えしているはずですよね。念のため言っておきますが、私はリホにカメラ慣れさせるため、まめにハンディビデオを回しています。もちろん、先ほどからの様子も撮影済みです。え？あ、いや。これは、違いますよ。いやだな、違いますよ。あれっすよ、あれ。あれ、とは何ですか？なんというか、事故というか、わざとじゃないというか、偶然というか。いや、本当、すいませんでした。ありがとう、助かったよ、マナベ。あんなチンピラみたいなの、軽く裁けるようになりなさいよ。これからいくらでもああいう男は出てくるんだから。裁けって言われても、魚じゃないんだから、そんな簡単にいかないよ。同じようなもんよ。跳ねないように押さえつけてから内臓を取り除いて息の根を止めるの。怖すぎるよ。人に対する感情じゃないよ、それ。とにかく、私がいつも近くにいるとは限らないんだし、今後は自分の身は自分で守ってもらわないと。頑張ります。さて、今日はもう予定もないし、宿のチェックインを済ませてしまいましょうか。あ、待って待って、私、地元の友達と会う約束があるんだよ。高校の時の同級生なんだけど、せっかく時間に余裕があるんだし、あちこち案内してもらおうと思って。構わないけど、そういうのはもっと早く言ってくれないかしら。こっちにもいろいろ予定ってものが。ごめん、次から気をつけるから。待ち合わせの美穂神社はすぐそこだよ。あなたね、ちょっとは人の話を聞きなさい。
どこかな。もう約束の時間だけど、まだ来ていないの？ミエが時間に遅れることなんてないと思うけど。リホ、久しぶり。ん？あれ？もしかしてミエ？ミエだよね。そうだよ、リホ綺麗になったね。最初見たとき気づかなかったよ。ミエこそすっごく大人っぽくなって、背も伸びたんじゃない？ちょっぴりだけどね。紹介するね。私の高校の同級生、青戸美恵さん。こっちは今マネージャーしてくれてる真鍋だよ。青戸美恵です、はじめまして。真鍋翔子です、よろしく。美恵は昔から郷土史に興味があってすごく勉強してたから島根に詳しいんだ。なるほど、郷土史研究家というわけですね。研究家とかそんな大層なものじゃないですけど、観光ガイド代わりくらいはできますので任せてください。え、お願いしますね。任せちゃいます。美恵さんはこちらの大学に通っているのですか？はい、島根中央大学の3年生です。小泉八雲の研究をしたくて。小泉八雲、怪談を書いた方ですね。そうですそうです、本名パトリック・ラフカディオ・ハーン。日本に来て小泉節さんと結婚して松江に住んだんですね。この美保神社も小泉八雲が訪れていたという記録があるんですよ。なるほど。ねえねえ、他にはなんかないの？この神社のこともっといろいろ聞かせてよ。この神社の御祭神である琴城主なんだけど、その神様は国譲りに深く関わる神様なのね。国譲り？簡単に説明すると、琴城主やそのお父さんの大国主が戦に敗れて出雲の国を天津神に譲り渡したってお話。戦に負けた琴城主は海に浮かべた船をひっくり返してその下に身を隠したんだって。私の弟もブリンの争奪戦に負けるとふてくされてよく押し入れに身を隠してたけど、似たようなもんだね。ああ、うん、そうかな。あの、真鍋さんはリホのマネージャーさんなんですよね。お仕事してる時のリホってどんな感じなんですか？各所からなかなかの高評価はいただいてますよ。休憩中はいびきかいて寝たりしてますが。うっさいよ、余計なことは言わなくていいの。美恵さんは知的で教養があって素晴らしいですね。少しはリホにも見習ってほしいとこだわ。私だって演技の勉強してるじゃん。そういうのじゃなくて、読書でもして教養も身につけなさいって言ってるの。昨今おバカタレントだって本当のバカじゃ務まらないんですからね。程よくおバカを演じて視聴者の皆さんに笑いとちょっぴりの優越感を提供する、そのバランスが大事なのよ。それなら大丈夫、ミステリーはたくさん読んでるよ。ホームズやポアロの古典から最近のやつまでえり好みなし。ああ、リホは昔からミステリー好きだったもんね。ミステリーね、あんまり教養の役には立たなそうだけど、活字に触れてるだけマシか。ミエ、この神社はどういうところなの？この美保神社は美保津姫の御事と琴城主を祀った神社でね、天平5年にはもう存在したと言われているの。古代祭祀の形跡も見つかっているから、実際にはもっと古くから神聖な場としてあったみたい。天平5年、西暦でいうと733年ですね。1000年以上も前、気の遠くなるような歴史がこの神社にはあるのですね。といっても本殿は一度美保の関大火で焼失しているんで、今の本殿は江戸時代後期に再建されたものですけどね。肥沃大社造り、
通称美穂造りの本殿建築はとっても見応えがあると思います。それに特筆すべきは青伏垣神事。御船で行われるんですけど、船に大幕を張って周囲に見えないように儀式が行われるんです。10日間続く儀式では主役の洞爺神主さんが断食で倒れそうになるくらい大変で。ところで、お二人は明日も島根にいる予定なんですか？そうですね。次のドラマに向けて島根の雰囲気をつかんでおきたいので、もうしばらくはこちらにいる予定です。なんで明日も観光に三重が付き合ってくれると嬉しいな。うん、そもそもそういうつもりで予定空けてあるから任せといて。今日は近場のところをざっと回って、明日は少し足を伸ばす感じで考えてるから。いいね、こちらに詳しい三重がいてくれてほんと助かるよ。それじゃあもうちょっと近くを回ろっか。さすがは女優さんだね、こんな高い宿に泊まれるなんて。本当はもう少し安い宿を取る予定だったんですけどね、2つ部屋が空いているところがあそこしかなかったんですよ。私は別に2人で1部屋でもいいよって言ったのに、真鍋がそれは絶対嫌だって。当たり前じゃない、リホのいびきと寝相の悪さで今まで私が何度真夜中に叩き起こされてきたと思ってるの？叩き起こすってな、大げさな。リホ、あなた騒音値って言葉知ってる？音の大きさを表す単位なんだけどね、これこの前あなたの寝てる間に録音した計測器の値、120デシベルって書いてるでしょ。うん、それがどうしたの？これ耳元でジェットエンジンの音を聞いてるのと同じ音量なのよ。ジェットエンジン、どうせならそのまま離陸して飛んでってくれないかって何度思ったことか。なんかごめんなさい、真鍋にはいつも感謝してます。はい、城って初めてだな。中に入れるんですか？はい、天守閣にも登れますよ。天守閣、確か一番偉い人がいたところだよね。いいよね、バカ殿みたいな暮らし憧れる。なんなら今すぐメイクでバカ殿にしてあげるけど。いや、したいのは見た目じゃなくて暮らしの方だって。可愛い腰元たくさんはべらかして毎日遊んで暮らしたいの。それもどうかと思うけど。あ、ごめんなさい、ちょっと失礼しますね。お父さん、久しぶり。え、島根に来てるの？本当に嬉しい。ちょっと待っててね。どうしたの？実はね、今私のお父さんも島根に向かってるらしくて、よければ夕食お友達もご一緒しないかって。いいかな？もちろん。リホいいって。お父さん、また後でね。なんかミエすっごく嬉しそう。お父さんと仲いいんだね。うん、お父さんも考古学や民族学に興味があって、一緒に話するとすごく楽しいの。最近は岩手に出向してて、なかなかこっちに戻ってこなかったんだけど、突然どうしたのかな。きっと三重の顔を見たくなったんじゃない？そうなのかな。きっとそうだよ。それじゃあ食事の場所に向かおう。うん、レストランベアーっていうお店を予約したって言ってたから、ここからなら歩いて15分くらいだよ。
このお店、いろいろオリジナルのドリンクがあるんだね。料理もなかなか本格派のイタリアンみたいよ。これは期待できそうね。お父さんまだかな。ねえ、リホ、ミエさんは、その…ん？あんな感じって？なんというか、お父さんが好きっていうか、好きすぎるというか…ああ…ミエってば、昔からお父さん子だったから。島根の大学に通い始めて、お父さんと離れ離れになっちゃったから、ずっと寂しく…そう、ちょっと意外だったわ。ミエさんぐらいの年頃だと、父親にはきつく当たる人が多いから。まあ、私もそんな感じだったけどね。時間って全然苦にならなそうだね。そりゃ商談で相手を待つなんていくらでもあるからね。うん、デートでも男に待たされるタイプって感じだし。違います、私は男を待たせる方です。そういうことにしときましょう。ミエ、気づかなかったよ。待たせてすまなかったね。いやいや、すっかり遅くなってしまったね。久しぶり、会いたかった。こらこら、お友達の前なんだからシャンとなさい。はい。お飲み物はいかがいたしますか？そうだな、私は車なのでこれ、ノンアルコールで梨の宴というやつを。メインディッシュはこちらから選んでいただけますが。私はロティサリーチキンで。皆さんはどうされますか？私はこっちのカクテルで。メインディッシュは…それじゃあ私はワインを。こんばんは、ミエの父です。娘がお世話になってます。はじめまして、私はリホって言います。こっちはマネージャーのマナベです。マネージャー、ひょっとしてアイドルか何かやられているのですか？アイドルじゃなくて女優さんだよ。この後島根で主演のドラマ撮影があるんだって。それはすごいな。ミエ、今のうちにサインもらっといた方がいいんじゃないか？うん、後でちゃんとした色紙に書いてもらおうと思ってるんだ。サインなんて照れるな。私のとこ泊まるの？いや、駅前のビジネスホテルを予約してあるよ。娘のワンルームアパートに泊まるのはさすがにな。そっか。でも明日は朝から会えるんだよね？いや、明日はちょっと用事があるからね。夕方まで体が開かないと思う。そうは言っても夜は大丈夫だと思うから、また明日も夕食は一緒にしよう。本当？約束だよ。ああ、分かった。リホさんのことは娘からよく聞いてましたよ。それはもう毎日のようにね。お父さん、恥ずかしいってば。この子は見ての通り、昔から引っ込み思案でね。
父子家庭で私が甘やかしすぎたせいかもしれないが、里穂さんと知り合ってからこの子が目に見えて明るい表情をするようになったんです。私はそれが嬉しくてね。ぜひこれからも娘の友達でいてやってください。いや、そんな、ミエと話すのは楽しいし、こっちこそずっと友達でいてほしいっていうかね、ミエ。うん、ありがとう、リホ。工作さんはこちらにはお仕事で？いえ、今回はただの休暇です。娘の顔も見たかったし、少し面倒な用事もあったもので。面倒な用事ですか？え、ああ、いえ、そうは言っても大した用件ではありませんよ。工作さんはこちらに。いえ、今回はた面倒な用事。え、いや、里穂さんが聞いていた以上の美貌で驚きました。やはり女優さんというのは違うものですね。いや、私なんかより全然美人な人がゴロゴロしてる世界なんで。そうね、容姿が整っているのは当たり前。そこからプラスアルファの武器をどれだけ持つかが大事なんだから。真鍋にはいっつもそれ言われてるよね。そういえばお父さん、なんで急に島根に帰ってきたの？ん？いや、ちょっといろいろあってね。それってもしかして？ん？うん、なんでもない。すみません、ちょっと失礼。今から？そうかな。いや、わかった、すぐに向かうよ。すみません、ちょっと急用が入ってしまって、お先に失礼いたします。え、帰っちゃうの？いや、まだ島根にはいるよ。また連絡する。怖い顔見たことない。きっとお仕事の話だったんじゃないかな。ほら、大人っていろいろ大変だから。ねえねえ、ちょっといいかな？え、あ、あ、なんでしょう？あのさ、違ってたらごめんね。今出てった人ってもしかして工作っていう？え、そうですけど。あー、やっぱそっか。なんか見覚えある顔だと思ってたんだよね。写真でしか見たことないし、微妙に自信なかったから声かけなかったんだけどさ。あの、父のお知り合いですか？あー、ごめんごめん、名乗ってなかったね。私は琴城彩音。それでわかる？琴城ってお父さんの実家の？そう、あなたのお父さんが捨てて出て行った琴城家の娘よ。つまり私とあなたはいとこってことになるわけね。ああ、私青戸美恵です。はじめまして。青戸か。あなたのお父さんが琴城の家を出てどっかの婿養子になったって聞いてたけど、青戸って家なのね。まあ、いとこ同士の奇跡的な出会いってわけだ。よろしくね、ミエ。あ、はい。そんで、明日はあなたも来るの？ん？うちの先代が他界した件、聞いてない？いえ、知りませんけど。あちゃー、そっか。ま、お父さんから聞いてないんだったら私から言わない方が良さそうね。だったらいいや。あの、会えてよかったよ。じゃあね。
腹いっぱいになった。よかったわね。それじゃ主演女優さん、ここでカメラに一言もらえる？今？行くわよ。3、2、アクション。旧友との再会、楽しい観光、夕食のひととき。でもこの時すでにこれから起こる惨劇の予兆はあったのです。それに私たちが思い至るのは、すべてが解決した後のことでした。